どうもマリです。今回はタイトルにある通り、飼育したら違法になってしまう特定外来生物という生き物についてお話ししたいと思います。結構ね、身近なところでも特定外来生物ってたくさん生息していて、ちょっと普通にね、川でガサガサとかするだけでも入っちゃったりするんですよね。なんで今回はね、皆さんが知らず知らずのうちに違法な生き物をね、飼育してしまわないように、その特定外来生物の特徴と見分け方をご紹介していきたいと思います。まず特定外来生物というのは、特定外来生物による生態系などに関わる被害の防止に関する法律というね、法律によって飼育や生きたままの移動が禁止されている生き物で、もともと飼育していたペットが特定外来生物に入ってしまった場合は継続の手続きをすれば飼育することができるんですけども、新規の飼育は学術研究とか展示、教育、なりわいの維持なんかの目的がないと許可を得ることができません。まず有名なところで言うとブラックバスですね。ブラックバスっていうのはオオクチバス属に属する8種類の魚を総称して言う呼び方なんですけれども、日本ではその中でね、このオオクチバスとコクチバスっていうバスが入り込んで特定外来生物として指定されています。まあ、他の魚との見分け方は特にいらないかなってぐらい特徴的な体型をしていて、もうこの形のやつがいたらね、特定外来生物です。でこっちがもう1種類のブラックバス、コクチバスです。川でね、こういう体型のやつがいたら特定外来生物だと思って間違いないです。オオクチバスとコクチバスはね、比べてみると、まあコクチバスの方が口がちっちゃいっていうのがあるんですけども、コクチバスの方がね、全体的に褐色色をしていて、体の模様がね、縦線みたいな感じなんですよね。まあ、オオクチバスは全体的にちょっと薄い色合いをしていて、体に横にね、一本のラインが入るような模様をしています。この特徴はね、特に幼体だと顕著で、こんな感じでわかりやすいですね。ちっちゃいとね、他の小魚と紛れて分かりづらいかもしれないですけど、よく見たらね、顔つきとか体の模様が結構特徴的なんで、よく観察してね、間違って持ち帰ったりしないようにしましょうね。次に有名なのはブルーギルですかね。もうこんな形の魚はね、日本の淡水域にまずいないんで、こういう形が釣れたらもうブルーギルと言って間違いないですね。まあ、ブルーギルっていう名前なだけでちょっと体が青みがかってて、個体によってはね、こういうオレンジ色が入ってたりもします。何より分かりやすいのはこのエラブタに入ってる黒い点ですね。これがあったらブルーギル。まあ、一応ね、似てなくもないかなっていう魚にね、同じスズキ目の親にらみっていう日本の在来の魚がいるんですけども、まあ体の体型も色も模様も違うし、一応そのエラブタのところに黒い点はあるんですけど、ブルーギルはちょんってね、普通に黒い点が入ってるだけに対して、親にらみは黒い点の周りに水色の囲いがあるんですよね。これでまあ明らかに違いがあるんで、まあ間違いないとは思うんですけど、一応ね、間違って親にらみを駆除したりしないようにね、気をつけましょう。でこちらはブルーギルの幼魚ですね。体型が親とちょっと違うし、黒い点もね薄くなってて、この個体はちょっと見えてるんですけど、もっとね他の個体は全然見えない個体もいたりするんで、ちょっと分かりづらいんですけども、まあ、そもそも幼魚のこの体型をした魚も日本の在来ではねいないんで、こういった魚も特定外来生物として認識しておきましょう。体の色とかね、青く輝いてすごく綺麗なんですけどもね、飼っちゃいけない魚なんでね、間違っても飼わないようにしましょうね。次に代表的な特定外来生物といえばウシガエル。まあ、こいつはね、もう見ての通りめちゃめちゃでかいんで、他のカエルと見間違えることはないと思います。この大きさだったら。この大きさのカエルは日本の在来ではいませんからね。あと一応こうやって後ろひっくり返してみると、牛みたいなね、まだら模様のお腹をしています。ただちょっとこうね、上陸したての幼体だとね、そんなに大きくないんで、在来のカエルと見分けがつきづらいかなと思うんですけども、東京ダルマカエルとかね、名古屋ダルマカエルとか、殿様カエルとか、そういった在来のカエルは、体のこの真ん中に、ラインが入ってるんですよね。この緑色のラインが、これはね、ウシガエルには入ってないラインなんで、このラインがあればね、在来のカエルってことになりますね。ただまあ、ヌマガエルとかツチガエルとか体のラインがない在来のカエルもいるんですけども、ウシガエルの方が在来のカエルに比べて目が大きいんですよね。で体型も違うんで、まあ、その辺でね、しっかりと見上げてウシガエルは持ち帰らないようにしてください。そしてオタマジャクシ、もうこんだけでかいオタマジャクシはウシガエルのオタマジャクシしかいないので、これは分かりやすいですね。まあ、大きさだけじゃなくて、こうやって体を見てみるとね、よく見るとこの薄い体の色に対して粒々の点が入ってるんですよね。こんにゃくみたいに。この体の模様もウシガエルのオタマジャクシの特徴ですね。ただオタマジャクシでも孵化したてだとちっちゃいし、そのこんにゃくっぽい模様もないんですごく分かりづらいんですけど、よく見てみると小さい時のオタマジャクシはこの迷彩模様みたいなね、まだら模様をしてるんですよね。あとはね、ヒキガエルのオタマジャクシだったらもう全身が真っ黒で模様がないとか、アマガエルのオタマジャクシだったらもうちょっと丸っこい顔をしてるとかね、そういった他のカエルのオタマジャクシと比べて違う特徴を見ていって同定していくしかないって感じですよね。まあ、ちっちゃいオタマジャクシは結構難しいんでね、わかんない場合はわかんないオタマジャクシは持ち帰らないという選択が一番正しいかなと思います。次に身近な特定外来生物といえばカダヤシですね。蚊の幼体であるボウフラを食べてくれるというわけでね、いろんなところで放流されたカダヤシなんですけれども、もう繁殖力が強すぎてね、在来の生態系に影響を与えてしまって特定外来生物に入ってしまいました。ちょっとメダカに似てるんでよく混同されがちで、多分間違えて持って帰って飼っちゃってる人もいると思うんですよ。なんで今回ちょっとじっくりね、メダカとの違いを説明していきましょう。こうやって比べてみるとね、結構違うんですけども、まず決定的な違いはね、尾びれです。
カダヤシは尾びれがこう丸みを帯びた扇形をしていて、メダカはちょっとこのメダカね、尾びれボロっちゃってるんで分かりづらいんですけども、最後の部分がまっすぐになってる三角形のような形をしてるんですよね。他にもちょっとね個体差はあるんですけども、カダヤシの方がね背中のラインが丸みを帯びていて、メダカは基本的にまっすぐっていう感じですね。でまあちっちゃい個体だと分かんないんですけども、カダヤシはね最大5センチくらいになって結構でかいです。でメダカはせいぜい 3.5 センチなんで、やたらでかいメダカいるなと思ったら多分カダヤシです。ちょっといい感じの写真がなかったんでイラストなんですけれども、グッピーがねカダヤシにめちゃめちゃ似てるんですよ。まあ、同じカダヤシかなんで当然なんですけれども、グッピーも結構ね沖縄だけじゃなくて千葉、埼玉、東京、神奈川とかいろんなところで帰化してしまってるんですけども、グッピーは特定外来生物じゃないから捕まえて持って帰って飼ってもいいんですよね。でグッピーねオスはまあ綺麗なんですぐわかるんですけども、メスだったらもう全然模様がなくてほぼほぼカダヤシと見分けがつかないみたいなやつ結構いるんですよ。でどう見分けるのかっていうと、背びれと尻びれの位置の違いなんですよね。こう背びれからまっすぐね下の方に線を引いてみると、カダヤシは背びれよりも尻びれが体の前の方についていて、グッピーは背びれと尻びれが同じ軸のところについてるんですよね。これでグッピーとカダヤシを見分けることができます。あとここからはねそんなに身近でもなくなってくるんですけども、ウチダザリガニというザリガニも特定外来生物に指定されています。こいつはね福島にいるのは結構有名ですし、他にもね東北のいろんなところにいます。最近では栃木県にも入ってきてるっていう情報もありますし、滋賀県でもね淡海ザリガニっていう名前で移入されております。でまあ結構勘違いされがちなんですけども、左のアメリカザリガニは特定外来生物に指定されておりませんので、持ち帰って飼育することができます。でまあ違いはね見てもらったらわかると思うんですけども、ウチダザリガニの方が褐色でそんなにね鮮やかな赤色はしてないです。で体も特にハサミもね全体的に太めで、アメリカザリガニとは明らかに体型が違いますね。まあアメリカザリガニもね若いうちはあんまり赤くなくて、こういう茶色い褐色っぽい色をしてるんですけども、明らかにハサミが細くて、ウチダザリガニは若い頃からハサミが太いんで、そこがね違いますね。次はこちらのアメリカナマズ、いわゆるチャネルキャットフィッシュですかね。もともと食用で輸入された魚が逃げ出して、今はねインバヌマとか霞ヶ浦を中心に大量に繁殖してゲームフィッシングの対象となっております。右が日本にいる普通のマナマズなんですけど、まあ明らかに違いますよね。体高がアメリカナマズの方が高いですし、体の色も全体的にアメリカナマズの方が薄いです。でそもそもねヒゲの数がアメリカナマズは8本に対し、マナマズは4本しかありません。マナマズは幼体の頃はヒゲが6本生えてるんですけれども、大きくなってからねこのヒゲの本数なんで明らかに違いがわかると思います。最後これ言っておきましょうかね。大タナゴ、タナゴの中で唯一特定外来生物に指定されているタナゴです。最大10センチくらいまで成長するんで、めちゃめちゃでけえタナゴいるじゃんって思ったらそれが大タナゴって間違いないんですけれども、ちっちゃい個体だったらね分かりづらいんで、他のタナゴと比べて見てみましょう。例えば右はね大陸バラタナゴって言って、まあこいつも外来種ではあるんですけれども、特定外来生物には指定されておらず、生きたままの移動や飼育ができる魚になります。大陸バラタナゴはね模様が入っててすごく綺麗な魚なんですけれども、大タナゴはね基本的に模様とか色が入っていません。でこのエラブタの後ろにちょんとだけね黒い点が入っております。ここにこの点が入ってるのは大タナゴだけなんで、この点が入ってれば大タナゴという認識で間違いありません。というわけで今回は生きたままの移動や飼育が禁じられている特定外来生物の特にね身近な生き物についてご紹介させていただきました。知らず知らずのうちにでもこいつらを飼ってたりすると法律の違反になってしまいますんで、皆さん気をつけて生き物の採集をしましょうね。まあ、他にもね勝手に飼っちゃいけない生き物って実はたくさんいまして、それに関してはねまた別途詳しい動画を出しておりますんで、そちらもご覧ください。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。今回ちょっとね必要な写真が足りないのがいくつかありましたんで、いろんな方からね写真をお借りしました。今回写真を提供してくださった皆さんありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願いします。